サークルレンズの代名詞的商品ディファインシリーズでーす。自称日本一コンタクトを愛し、日本一コンタクトを売りたい男、コンタクト社長吉田忠でございます。この動画ではコンタクトレンズのおすすめブランドやお得な購入情報を、意外と知らない雑学など、コンタクトのありとあらゆる情報をレンズアップルの社長でありコンタクトの達人である私が紹介していこうと思います。今回の動画ではコンタクトレンズのプロである私がぜひおすすめしたいサークルレンズを紹介したいと思います。皆さん、サークルレンズについては知っていますよね。そう、瞳をナチュラルに大きく見せるようにデザインされたカラコンに分類されるレンズのことです。レンズのここね、レンズの縁のところがサークルになってる、ここです。以前の動画でもサークルレンズについて紹介していますので、よく知りたい方はこちらの動画もチェックしてみてください。それではサークルレンズユーザーの皆様、さらにサークルレンズをどのタイプにしようか迷っている皆様、目を見開いてご覧ください。今回の商品はこちら、ワンデーアクティブディファインモイストビビットスタイルです。皆さん、瞳の黄金比率っていうワード聞いたことありますか？これはとある意識調査で黒目と白目の比率が1対2対1と絶妙なバランスに、日本人の瞳を最も美しく見せるということから、今回する商品のメーカーでありますジョンソン&ジョンソンさんが提唱した、実はキャッチコピーなんです。そんな瞳の黄金比率を叶えるレンズこそ、今やサークルレンズの代名詞的な存在であるディファインシリーズなんです。ワンデーアクティブディファインモイストビビットスタイル、ちなみにこれ全部噛まずに入れると超気持ちいいです。私は完全に覚えるまで100億回くらいかかりました。皆さんも声に出して言ってみてください。ワンデーディファインモイストビビットスタイル、ワンデーモイストアスクビビットスタイル、どっちが順番だったっけってみんな今言ってるでしょう。ちょっと脱線しましたが、早速おすすめ理由を一つずつ分かりやすく紹介していきましょう。もう一回言わせてください。ワンデーアクビューディファインモイストビビットスタイル、ワンデーアクビューモイストビビット、おすすめする理由その1、違和感の少ないエッジデザイン。どんなにおしゃれになってもつけ心地が悪くては意味がありませんよね。コンタクトのつけ心地はベースカーブやレンズの DIA 直径です。あとは厚さなどから影響を受けることが多いんですけれども、意外にも知られていないのがエッジデザイン。エッジデザインとはレンズの横から見た時にレンズがこう角のここのとこですね、ここがメーカーによっては実は丸かったり尖ったりして形状が非常に様々なんです。ディファインのエッジデザインは眼球のカーブに自然に馴染むような段差の少ない設計で、快適な素養感を実現しています。サークルレンズ初心者の方でも安心して使用できます。このディファインシリーズはシリーズで7色展開なんですけれども、先日の2021年3月18日にさらに新色が4色、なんとフレッシュシリーズとしてレンズアップルにも追加されました。つけ心地が良ければ全11色もチャレンジできるので、まさに入門編的なレンズとなっています。中でもビビットスタイルはブラウン系で馴染みやすく自然に漏れるので、職場や学校などにもつけていきやすいのもポイントですね。おすすめする理由その2、瞳がきらめくデザイン。このレンズは実際の瞳の模様をもとにした独自の
手書きラインを採用しています。そのため瞳に馴染みやすく、光を自然と取り込むナチュラルな瞳がきらめいて見えるんです。明るい女性らしい印象の目元になりますよ。おすすめする理由その3、色素が触れない安心構造。カラコンといえばなんか色素が目に映るか心配になりますよね。こちらのレンズは色素が直接目に触れないようにレンズとレンズの間で色を挟み込んでいるようなサンドイッチ構造を採用しておりますので安心して使えますよ。どうですか？サークルレンズ入門編にはおすすめのレンズ。他にもですね、通常パッケージはこちらのコンタクトのパッケージ30枚でしたけれども、今非常に可愛いですね、こちらの期間限定で動物のパッケージがあるなど、細かいサービスが女性には響くと思います。7色あると言いましたので、実はこんなに可愛い種類のディファインシリーズがありますので、ぜひですね、定期的に購入される場合はレンズアップルのアプリからご購入できます。とても便利に使えますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画ではサークルレンズのおすすめ、ワンデーアキビューディファインモイストビビットスタイル、みんな言えたかな、ワンデーアキビューディファインモイストビビットスタイルをご紹介しました。今後も皆さんに良いコンタクトレンズをどんどん紹介していくのでお楽しみに。ということで今回はここまで。この動画に満足いただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ワンデーアキビューディファインモイストビビットスタイル、ワンデーアキビューディファインモイストビビットスタイル、あー気持ちいい。オッケーです。これ編集しがやっちゃう。あるある、めちゃめちゃあるナチュラルに噛んでるから。リアリティが